その区画の名前。 G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトで魔鋼炉の近くまで行けるの。ビックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。うん、行くぞ。シンラに泡を吹かせてやる。うん、うん。下が丸見えじゃねえか。黙って進め。下見なければ平気だよ。案外ずぶてえのお前ら。扉の先が G か。これで開くかな。ダメ？電力が来てない。あそこは電気ついてるぜ。制御室か。行ってみよう。あの扉使ってないのかな。てかこの通路自体使ってるやつがいるとは思えねえ。これじゃ点検もできないよね。できてるか。動くかな。電力供給が不足しています。ダメだな。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってもしかしてスラムの太陽？スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね、4番街の人たち。魔鋼炉をぶっ壊したらどっちにしたって消えちまう。そうだったね。戻るぞ。スラムの太陽のせいで電力不足なのかな。さあな。点検をサボってるだけじゃねえか。明るいのは便利だけど、たくさん魔法を消費してるんだね。あった。こうして見ると大きいね。スイッチははしごの上か。俺が行こう。うん、下で待ってるね。非常用電力の供給を確認。ゲートの再起動を開始します。よっしゃ、うまくいったな。うん、ありがとうクラウド。これで G までは達成だな。うん、あとは魔鋼炉を目印に。この眉、奴らの巣穴へようこそって感じが。こりゃちっ、どこまで腐ってやがんだこのピザは。よ、歓迎してくれるってよ。気を抜くなよ。おっしゃ。
ね。もう一度確認しない？今どの辺だこれや。私たちの目指すマコーロは H の先。ああ、でもここまでは H につながってる道なかったよね。ま、歩き回ってりゃそのうち。あんた一人でやってくれ。他につながってそうな場所ってなると、壁沿いか。ダメ元で行ってみない？目的地があると気も紛れるし。悪くない案だ。あのでけえ扇風機が目印か。確かにあれ見て歩けば迷わねえな。あれって換気ファンかな。吹き飛ばしてもガスが消えてなくなるわけじゃねえ。ヤバいもんは全部スラムに垂れ流しよ。片付いて。涼しい顔しやがって。あ、見て、あのパイプの上登れるかも。伝っていけそうだな。マジか。気づいたか。誰がてめえの細っこい体が吹き飛ばされねえかって。こっちもう急いでるんでしょ。おう、ついてこい。いい風吹いてんな。全然良くない。よそ見ダメだから。おう、渡り切ったね。ああ、寿命縮んだぜ。あ、はあ、ほんのちょっとだけな。2秒だ、2秒。もう目の前が H。 足元気をつけて。あれが目的のリフトか。メインリフト。うん、確かそう言ってた。間違いねえ。こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぜ。電力供給が不足しています。またかよ。ライト3つ分必要だな。そんなに？この辺りの全部ってこと？こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよう。 H1 の番号が目印。ああ、こっから一番近いライトっつうとあれだな。暗いスラムを見守る明かりは未来までも照らす道しるべであり太陽なのです。なんだそれ。スラムの太陽の宣伝文句、プレジデントが演説してた。神羅に照らされる未来なんだ。
お先真っ暗に決まってる。余裕だな、こりゃ。終わり。止めた。そんなもんよ。あったよ、スイッチ。サクッと消しちまうか。まずは一つ目。残りはあの二つだな。侵入者撃退システム再起動開始。撃退システム？電力が復旧したか。けっ、それがどうした。全部ぶっ壊して魔航路へ向かう。次のライトはどっちだ。こまめに確認しないと分かんなくなっちゃうね。バカみてえにでかくて助かるぞ。俺たちの敵じゃねえ。だね。進むぞ。これで二つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。崩れないよな。下は4番街スラムか。え、興味ある？今度案内しよっか。少しは心配しろよ。あれは十分だ。神羅に作れんのは偽物だけよ。侵入者発見。相当モードへ移行します。消えろ。決まった。こんなところかな。ぐるっと回って戻ってきたみたい。最後のライトは最後。随分回り道しちゃったね。ここには仲間の目印もないしな。ジェシーとウェッジがいないのもいて、うん、二人のことビックスになんて言おう。きっと心配するよね。ライトまでの架け橋しっかりつなげろよ。相手になる。はい。終わりだ。嫌なら逃げなさい。落ち着いていけ。よし、やっちゃおう。終わり。負けるわけがねえ。バレットってば。これで3つ目。メインリフト動かせるようになったかな。多分だ。よし、 H1 エリアまで戻るぞ。ジェシーの怪我大丈夫かな。あいつらの分まで神羅を懲らしめてやんのが一番の治療だ。そうだね。クラウドはウェッジの分お願い。
用電力の供給を確認。リフトの再起動を開始します。再起動完了。リフトに搭乗してください。あばよ鉄くずめろ。いよいよ魔航路か。暗くて陰気くせえ。星の命が削られる場所だ。中は魔航の匂いが鼻につくぞ。確認しとけ。うん。見ろ、魔航路が呼んでるぜ。早く来い、早く来いってな。やめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。力ずくでも得意そうだ。どうでしょう。もうすぐか。ティファン。うん、いよいよだなって思ってたより緊張してたみたい。こればっかりは俺も慣れねえ。てか、クラウド？ジェシーとウェッジは？どんな感じだ？犯人グループが列車から飛び降りたって、上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。魔航路へのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーク！で、あとの二人は？ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか？口数は減ってね。大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行き来に乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔航路の中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリール。調子はこれ以上ねえってくらい上々よ。みんなのことお願い。そうよ。よし、俺たちもワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。